ここは関内下流側の湯煙橋のポイントですね。砂地のところを見ていると結構ね姿がね見えますね。魚の動きはねいい感じですね。サイズはまあまあ、あ、キラ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 してるな。サイズはね割といいサイズも見えますね。小さいのもいますけど。ここは宮島橋ですね。川の感じとしてはこんなような感じでそんなに悪くはないと思うんですけどね。でこの下が総島橋ですね。カモにいる？ここでやるの。もしあったらでかいのタモに入れて。ああ。でかいですね。でかいやろ。うん。まあまあよくない？いいですね。ちょっと触っていいですか？いいよ触っていいよ。宮島橋の釣果です。これいいですね。でしょ？これ太鼓ありますね。うんそうなんだわ。こういう通りはどう？これどこ出てきたんですかこんな。あそこ。すげえな。20ぐらいあるでしょ。ありますねこれ。それありますね。ねえ、ええ、これめちゃめちゃでかいわそれ。ありがとうございます、うん、こんにちは。どうもどうもお世話になります。いやいやこちらこそ。どうですか、うん、いい人と悪い人。いい人と悪い人。場所村がある。 今の人は40匹ぐらい。40匹この漁協の前で。あ、漁協の前で40匹、はい、あともう一つ本郷橋っていうところで33っていう情報今。ああ33ってでも今聞きました。本郷の方へ、しました、はい、あもしまったこれ参考までにしてもらっても。どうぞ。こういうやつがありますね。あ、はい。ここのところが大きいやつかかったんですよ。あ、はいはい。東島西村ってことね。総島西村が大きいね。でもまあ、大体上の方行くと小さいね。小さいってもそんなにそうめちゃくちゃ小さいってわけじゃないですけどね。大体、まあ、平均は16の50グラムですので、うん、まあ、ちょうど川自体も、まあ、水差し低かったもんで、まあ、余計いい、はい、入れやすいところへ。じゃあ普通やったら水が高いとは入れれんところはもんで、そこに、はい、入れれたということもあって、ね、なるほどね、はい、まあ今年はあの猿渡君見ました。やっていただきました。まあ、いい宣伝になりますね。初めての試みで、いいと思いますよ、はい、まあ、いいか悪いかどっちかやもんで、悪でも流れるし、良くても流れるって、ね、そうですね、はい、下が去年のやつですわ。あ、そして今年がこういう風なんで、はいはい、やっぱもう一回りも二回りもちょっと違うような感じです。そうそう、今年古参って下手ですか？下手です。全部下手ですか？小田さんは全部いつもは、うん、漁協から上が遡上門でしたよね、うん、で琵琶湖取れなかったんですよね。そうですそうです、で今年は最後の、その分遡上の門については、6月の24日、27日の保留予定です。300キロ、300キロ、あ、600キロも入る予定になってます。6月の24日、27日。24日と27に300キロずつ。300キロずつ。はい、ほんで、もう計画の5100キロになります。まあ、サイズがね、ちょっと、
細かいよってことは聞いとるんやけども、ちょっとまだ最適なもの言ってみるとわかる。細かくてもいいですよ、すぐ大きくなるんで、その時期なら。まあ、やっぱ去年のね、大きくなったっていうやつが急に大きくなったなっていうのは、やっぱその遡上物の影響かなっていうのを思ってますね。こう中カップがあるね。僕も申し込んだんで、つけ違いに申し込みました、はい、多分出るだけだと思いますじゃ あ, この時に会えるように。そうですね、はい、決勝がまずやんね、はい、そうなんですよ。そう、あとすいません、はい、今日の総有力者数って分かります？660人です、はい、去年の倍ですわ。去年の倍、すみません、お昼時にすみません。今年もよろしくお願いします。すみません。はい、ここは漁協の上の瑞穂橋ですね。はい、上手橋上流の風景です。結構たくさん入ってますね。はい、中切橋上流の風景です。下助の大ファンという方に会いました。ありがとうございます。下は違う下もぜひよろしくお願いしますはい、ここも人気のポイントですね。牛小屋の前、超過は20匹前後ぐらい。上流部の奥原地区ですね。漢字で大原と書いて奥原と読みます。ここは綺麗ですね。絶対釣れそうなポイントですね。ここは何匹釣れたの？30釣れた。まだですね。30はないと思う。30はおらん絶対におらん、うん、20もおらんだよね。20もおらんかもしれんそのでかいのは養殖？養殖。そんなでかいの、うん、これぐらいのがソロと言って、うん、パパさんは何匹釣っとるの？わからん。パパはパパ分からん。分からんな。あの人足で稼ぐで、うん、大丈夫、見える。はい、笑顔でやっぱり、はい、ちょっとこのぐらいの上流おっぱら地区の鮎です、うん、型はね、まあまあいいですね。そんなに悪くはないですね。16から18センチ前後行ったところでしょうか。はい、ではぜひテイク2。はい、では釣りの方やってみたいと思います。場所はですね、奥原地区の奥原大橋、ここでちょっと竿を出してみたいと思います。お取りをつけようと思いましたら引き舟を忘れました。はい、それではやってみたいと思います。今日のタックルですが、竿は下助のライトバージョン8m、水中糸はバリバスのスーパーメタル003、鼻かん周りはクロロカーボン 0.65 で、針は 914Z754本いかり。今日はノーマル仕掛けでやってみます。時間はですね、3時20分。やっぱり今かかっとったよね、針が外れとる。針を変えます。ちょっとね、忘れてました。混ぜ側にはですね、ダイレクトがね、めちゃくちゃ合います。 914Z とあまり変わらないんですけど、針先はですね、914Z は縛り系なんですけど、ダイレクトは若干ですね、ストレートになっております。
この白泡の中ね、ガツンといいのはかからんかな。混ぜ川第1号やっとかかりましたよ。やっとかかりましたよ。いい引きしますね。あ、結構でかいのかなと思ったら、これアユじゃない、アユじゃない、ウグイ、でっかいウグイ。なんちゅう、なぜ川第1号、この引きに喜んでいたらウグイでした。なんというでかいウグイ。これウグイさん、はい、さようなら。全然釣れなくて今橋の上に来ました。この橋の真下はね、竿抜けだと思うんですが、これね、短竿を持っていてもちょっとね、狙えません。なんとかね、橋の真下に持って行ったんですけど、竿抜けなので折ればね、一発でね、来るはずです。なんともなりませんね。困りましたね、これは。もう一個向こうの対岸の流れ、ここは来るでしょう。もうここで来なかったらどこで釣ればいいのか分かりません。ここのトロッパですね、トロッパにはね、魚影はね、たくさん見えますけど、私これまだね、養殖なんでね、養殖でこのトロッパ難しいですね。しかも上には木が、なんか難しいな、トロバはかからんね。うわー、手前にすっごいね、群れが。なんかちょっと嫌だな、こんな、この場所はなんかやりにくいし、木があるし、すっごい障害物、木は沈んでいるし、橋の上のね、このトロバなんですけど、魚はね、こうやってたくさんいますけどね、この木が邪魔ですごく釣りにくいです。一応この砂地があるポイントですね、ここ良さそうなんだけど、ここでかからんかったらね、もう太刀打ちできませんわ。ここでかけないと。なんでかからんのやろう。やっとかかりましたよ。これはアユなんでしょうか。またウグイじゃないの、これ。どうなんでしょうか。あー、アユでした。混ぜ川の第1号、やっとかかりました。血が出とる。もうね、5時15分、もう2時間、2時間坊主でした。ここへ移動してきてやったんですが、全く生命反応がなくて。というか話変わりますが、すごくね、ブヨがね、多いです。鬼山くんつけてるんですけどね、この前白川で買った。やっぱりブヨには効果ないですね。ようやく1匹目が釣れたので、さっきのですね、トロバですね、この橋の上の、このトロバ。これ結構ね、魚がいるので、さっきはね、もう養殖おとりだったので、もう全く、ちょっとね、歯が立ちませんでした。で、今、
天然をねようやく奇跡的に一匹釣れたので、ちょっと天然でね、泳がせてやってみたいと思います。さあ天然ですよ、天然。よし、ほら来た、ほら来た、目印吹っ飛んだね、いい当たり。もうやっぱりね、おとりですよ、やっぱり天然ですよ。ほら、よっしゃ、これちょっと小さいですけど、巻きキーですね、これ。あ、やっぱり天然はいいですね、このツルツル感。もう2時間ザラザラの養殖おとりをね、使っていたので、いいとこ行きましたね。この石の裏のこの砂地のポイントですね。混ぜ川のこの砂地のポイント。これはね、かかりますので、ここは絶対に、狙った方がいいと思います。特に夕方とか、この砂地にギラギラね、はみ出してくるのでね。でも昔ほど、お、かかった。昔ほどどうなのかな、バレた、バレちゃったやん、小さかったね今。昔はよくこの砂地でよくかかったんですけど、まあ今でもかかるんですけど、なんか昔ほどいいペースでかかる、あーすごいね、かかったね、いいかかり方したね、ギランギランギランと。ちょっとかかりどころ悪いか、小さいな、小さくても OK、 おとりには十分なります。最初にね天然を取っていれば、もうあの2時間地獄の2時間でしたよ。おー来たよ、来たよ、手前でも来たよ、手前は小さいね、小さい群れがね結構いたんでね、手前は。よいしょ、いい。しかしちょっとね、ブヨなんかめちゃくちゃあるね、なんかちょっと鬼山くん、鬼山くん頼むよ。おーし来た、おーし来た、うわ団子なっとるね。え、これ多分ね、これウグイやな、ウグイやな、これ。さあ連発になってきましたよ、これ連発ですよ、連発。おれよっしゃ、っていうかもうブイよ、すっごいなこれ。頼むよ鬼山くん、あなた仕事してよちゃんと。俺来たよ、来たよ、来たよ、こんなんかかかりが悪いな。俺よし、はい、今日はですね混ぜ川上流の方に解禁取材に来ました。館内をですね、下から最下流から最上流まで、見てきたんですけど、状況としては、馬所村が結構あったような感じで、午前中に、まあ、たくさん釣られてる方も、いるんですが、でも釣り人に聞きますと大体、午前中で20匹前後っていうお客さんが非常に多かったです。で、型もですね、思ったより大きくて、まあ、いいサイズで、まあ20センチぐらい。下流部ですね、伊谷地区、総島地区、西村地区の下流部の方は、人がね、釣り人が少なかったんですけど、結構いい方が、の鮎が、結構確認できました。上流部の方も川は綺麗で、結構場所村はあるんですけど、まあ、まだあのトロ場の方に群れているので、群れているんですが、結構ね川はきれいにしてあります。
中流域はですね、すごいお客さんで にぎわっておりました。で、下流部と上流部は割と人が少ないです。人が少ないですけど、結構ね、魚はいます。なので、混雑を避けるんであれば下流部か上流部に来れば、結構楽しめるんじゃないかと思います。まあ、中流部が、空いておれば中流部でもいいです。まあ、そんな感じでですね、今日の解禁日も、660人の遊漁者数、釣り人が、見えました。昨年の倍ですね。昨年はちょっと雨でできるかできないかっていう難しい判断のところがあったので出足が鈍ったんですが、昨年の倍の釣り人が、訪れました。で、今年のマザ川もですね、サイズがね、例年より、まあまあいい感じなので、梅雨明け後ぐらいですね、結構楽しめるんじゃないかと思います。今シーズンもですね、マザ川上流の方に遊びに来てみてはいかがでしょうか。